宇宙世紀0079、11月6日、オデッサ作戦開始まであと1日。連邦軍は着々と作戦の準備を進めていた。オデッサ鉱山基地は貴重な鉱物資源を産出するジオン軍の生命線にして、地上における軍事上の最重要拠点である。連邦軍の司令官は英雄レビル、対するはジオン屈指の策士マクベ。ジオン勝利のためあらゆる手段を講じ、必勝の覚悟で戦いに臨む。オデッサ周辺に連邦軍の戦力は集結しつつあります。兵力は我が軍の3倍以上、さらに木馬の接近も確認されています。うろたえるな、策は講じてある。連邦のエルランが願えれば戦力費など問題ではないはずだ。はい、エルランにはジュダックを伝令として向かわせております。木馬については、まもなくグラナダから到着する3年生にやらせるつもりだ。さらにそれとは別の切り札も用意してある。切り札ですか？使わずに済めばよいのだがな。Thank you.